ありがとう、アキオちゃん。でも大丈夫だから、先にハーベストに行ってて。行ってくるね。おちゃん、やめようよ。ミカ怖いよ。だってほら、ミカ、一緒に掘ろう。アキオちゃんに永遠の秘密を教えてあげるね。へっ、あのね、私本当はお嫁さんになりたいんだ。私はなれないの。
ても私はなれないよ。あきおちゃん？どうしたの？だってあきおちゃん何回も呼んだのに返事してくれないんだもの。うん、だからどうしたのかなって、大丈夫かなって。昔のこと？持ち歩いてると傷んじゃうかな。ううん、何回も読んでるの。このお話、私好き。すごく暖かくて懐かしい。ねえ、あきおちゃん、一緒に読もうか。そっか。この本、まだ借りていていいかな？ううん、あきおちゃん読むかもしれないもの。あと2、3日でいいの。あきおくんも何か作るんでしょ？何を作るの？はい、どうぞ。さ、ほら、この前作ったオレンジピール使ったゼリー、あきおくん気に入ってたでしょ？それでどうかなってね。ううん、ちょっと使ってるけど、これはシャリマティって言って、ベースはダージリン、そこにオレンジのスライスを浮かべてるの。
一応プロだからね。どうぞ。そうでしょ？ほっとする味なのよね。そっか、よかった。そうね、このお店もそこから始まったのよね。素敵な話ですね。何言ってるの？さっきからいたよね。いましたよね。紅茶を飲むとホッとするってお話からだよ。アキオくん、やっぱりアキラの子供だね。話を集中して聞いていたり、考え事していたりすると、周りが見えなくなるの。集中力があるってことなんだけど、いきなり考え事されてしまうと、一緒にいても生返事しか返ってこなくなるもんだから、よく喧嘩したわ、そのことで。そういえばさっきも学校で、アキオちゃんいくら呼んでも返事してくれなかったんですよ。それで私が顔を覗き込んだらすごくびっくりしたんです。考えてたのかなーって思って。もしかしてドアちゃんのことでも考えてたんじゃないの？それでいきなり顔が出てきて驚いた。そうなの？あ、ムキになってる。アキオちゃん、私のことね、何考えてたの？本当かな。
おはよう。アキオちゃんひどいよ。でも、もうやらないでよ。その返事変だよ。ごまかしてる。
でも、あきおちゃん。ごめんね、アキオちゃん。あきお、別に脅かしてなんかいないわよ。あんたが勝手に驚いただけじゃない。あきおちゃん、お疲れ様。仕事大変だったの？そっか。やっぱり私、手伝えばよかった。次は私も頑張るね。
とはさ、そんなこと気にしなくていいって。アキオなんてどうせコピー機いじるくらいしか役に立たないんだから。All right.